ラブラドール地方、ラブラドール地方、ラブラドール、ラブラドール海岸コーストオブラブラドールとも、は、カナダの大西洋岸、アトランティックカナダにある地域。ベルアイル海峡で隔てられたニューファンドランド島とともに、ニューファンドランドラブラドール州を形成している。ラブラドール地方は、西側一帯を、ケベック州と最北端で、ヌナブトジュン州と、それぞれ接している。 ラブラドール半島の東海岸の極一部分にあたるが、その面積は二十六万九千七十三点三平方キロメートル、ニュージーランドとほぼ同じ広さにも及びニューファンドンド、ラブラドール州の七十パーセント以上を占め、手付け数の森林やツンドラが広がっている。ラブラドール地方の人口は二千一年の国勢調査で二万七千八百六十四人、うち三十パーセントは、 犬イ,イ,イ,インヌ、モンタニエナスカピ、メティス族、メイティースの各先住民族である。行政中心地は第二次世界大戦中に作られた空軍基地の町ハッピーバレーグースベイ、ハッピーバレー、ゴーセベイ、以前の中心地は両市町バトルハーバー、バトルハーバー。多くの町は大西洋、ラブラドル海に面した港町だが一番人口が多いのは ケベック州との境界近くの内陸部にある鉄鉱山の町ラブラドールシティ、ラブラドールシティ人口1万人近くである。気候はニューファンドランド以上に厳しく、大西洋岸の気候よりは北極圏の気候に近いものがある。冬は長くて寒く、夏は短く、気温もあまり上がらない。大陸東岸にあるラブラドールは季節ごとに海上の寒気団や、 暖気団の動きに影響される。夏の間だけは、ある程度気温の上がる。内陸部では、森林、亜寒帯林が形成されているが、農業には適していない。地形は主に高原であり、北部には高さ1500メートルを超える険しい、トーンガット山脈、トーンガット山脈、トーンリャットマウンテンズが、南部には高さ1200メートルほどのミリリー山脈、ミリマウンテンスがあり、 海岸線は入り組んで多くの湾を形成している。ラブラドールの険しい気候は海に影響されている。ラブラドル海沿いは冬は流氷で埋め尽くされるほか、海には年のうち8ヶ月は氷山が浮いている。海水温は摂氏マイナス4度ほどに保たれている。寒流のラブラドル海流を越えて吹く、湿った東風はラブラドール地方に涼しい夏と霧雨とをもたらす。 7月の日中気温は海岸部で10度ほど、内陸部ではそれより3度から5度ほど暖かい。西からの風は穏やかで、こちらが強くなれば日照時間も増える。冬はニューファンドランド以上に寒く、1月の気温は日中でもマイナス15度まで下がる。大西洋からの強風が吹き、霧が立ち込め、大雪が降る。ただし、大西洋からの嵐は夏の冷風とは逆に、 寒さを和らげる方に採用する。降水量はニューファンドランドよりは少ないが、年降水量800ミリメートルほどの内雪が半分近くを占める。陸地は年の半分以上は雪で覆われ、内陸のチャーチルフォールズダム付近で481センチメートルの積量を記録したことがある。行政中心地の海沿いのグースベイでも積雪量445センチメートルを ハートライトでも440センチメートルを、北部海岸のネーンでも424センチメートルを記録したことがあるほどで、ラブラドールはカナダ有数の豪雪地帯となっている。ラブラドールの名は、ニューファンドランドと共に、ヨーロッパゆかりのカナダの地名の中で最古の部類に入る。ポルトガルの探検家、ジョアン・フェルナンデス・ラブラドール、ジョ・フェルナンズ・ラベレドが、 1498年、北米、グリーンランドへの探検中に、沖合からこの半島を見たことにより、彼の名が半島名となった。もっとも、それ以前に、ヨーロッパ人がラブラドール半島に来たという見方もある。10世紀末、ノース人、バイキングのレイフ・エリクソンがグリーンランドから南下し、ビンランド、ニューアンドランド島とされるに達したが、途中で木々に覆われた陸地を見て、マルクランド、 マークランド、森の国と名付けた。これがおそらく現在のラブラドール地方と思われる。先住民以外の住民のラブラドール地方への入植目的は漁業、戦況、毛皮交易のためだった。20世紀になって鉄鉱石の採掘、水力発電の開発、軍事基地の設置によりさらに人口が流入した。近代以前は気候が厳しく、航海の困難さと、 陸上交通路の乏しさが入植を困難にしてきた。1760年代、世界各地へ、宣教活動を行ったプロテスタント系の、モラビア兄弟団、モラビア協会、モラビア会、モラビア宣教団とも、の宣教師が入り、各地に電動施設、ミッションを作り、19世紀後半まで、ラブラドール半島の主要勢力だったハドソン湾、会社ともケガー交易で協力した。 ラブラドール半島内陸部の境界をめぐっては、ケベック州とニューファンドランドを自治領、当時との間で論争になったが、1927年にイギリス枢密院司法委員会で法的決着を見た。南隣のニューファンドランドと同様、ラブラドールへの人類の移住も海での漁業と深く結びついていた。インヌやイヌイットといった民族が、ラブラドール半島一帯に展開したが、 特に犬は広大な内陸部へも進出していった。16世紀以降のヨーロッパ人の入植はほぼ海岸沿いの入植地に集中した。特にハミルトン湾の南に集中したこれらの入植地はカナダ本土のヨーロッパ入植地でも最古の部類のものである。しかし、海岸沿いに点在するファーストネーション、先住民のことの村やヨーロッパ人たちの入植地は極めて貧しく、 1800年代に医師のサー・ウィルフレット・グレンフェル、セル・ウィルフレット・グレンフェルが組織した宗教的、医学的援護団体、グレンフェル殿堂団、グレンフェル・ミッションが運営していた貨物船や医療船の援助を受けていた。20世紀を通して沿岸の集落を結ぶ貨物船、フェリーモーはカナダ中央部と道路で結ばれていないラブラドール地方海岸部にとって 死活的に重要なライフラインとなった。当初これらのフェリー号はニューファンドランド鉄道が整備運営し、後にはカナディアンナショナル鉄道、CN マリン、カナディアンナショナル鉄道の子会社を経てマリンアトランティ、社が経営している。ラブラドールは第二次世界大戦当時及び冷戦時代戦略的に重要な役割を果たした。1940年代前半。 ドイツ海軍の遊望と乗り組みが、密かに、無人速攻所、クルト速攻所、ウェザションカートを、ラブラドール先端部のチドリーミ先付近に設置した。この速攻所はわずか数日間だけ、ドイツ海軍に気象観測結果を送信しただけだったが、1980年代になってカナダ沿岸警備隊で働く、歴史家が発見しその正体を突き止めた。カナダ政府は、 第二次大戦時、ハミルトン湾から続く、メルビル湖の西奥部にある、グースベイのサスに大規模な航空基地を建設した。この場所は海へのアクセス、守りやすい位置、霧の少なさから滑走路の場所に選ばれ、大西洋防衛のようとなった。後の冷戦の時期もアメリカ空軍、イギリス空軍、あとにはドイツオランダイタリアなど、西側諸国軍も利用している。 今日でもこの基地、カナダ軍基地グルス米、CFB、ゴーセ米は、ハッピーバレーグルス米地区の最大の雇用先である。加えて、アメリカ空軍と、王立カナダ空軍は、北米大陸を東西に貫く二重三重の防空レーダー網、パイントゥリーライン、ミッド、カナダライン、デューラインの一環として、多数のレーダー元をラブラドール沿岸に建設し運営した。 現在では残ったレーダー基地が無人化され北部、警戒システムの一部として稼働している。冷戦初期、レーダー基地を取り囲むように軍人の居住地ができたが、これらは今もなお犬や犬イ糸イの集落として利用されている。20世紀前半を通し、世界有数の鉄鋼石膏床が、ラブラドール地方西部のケベックとの境界付近で発見された。モントライト、モンライト、 シェファービル、シェイファービル、ラブラドールシティ、ラブラドールシティ、ワーブッシュ、ワベッシュなどの交渉付近では、戦後工業開発と居住地建設が加速度的に進められた。現在のラブラドールウエストの自治体は、ほぼすべて鉄鉱石採掘の結果できたものといえる。カナダ鉄鉱石会社、ザーイアンオレカンパニーオブカナダは、500マイル南に離れたケベック州の港セットアイル。 セプット・イールド・フランスへ鉱石を運ぶために、ケベック北岸、ラブラドール鉄道、ケベック、ノース・ショア、アンド・ラブラドール・レイルウェイを運営し、鉄鉱石はこの港から、アメリカが衆国はじめ世界へ輸出されている。1960年代を通しての工事で、大西洋へ流れるチャーチル川、チャーチルリバー、旧ハミルトン川を戦後解明したものは、チャーチル滝の付近で流れを変えられ、 スモールウッド貯水池と呼ばれる巨大な人工庫を形成した。これは戦後間もなく立案されたラブラドール高原に水力発電用ダムを建設する計画が実現したもので湖の水はチャーチルフォールズ発電所に送られ長大な送電線を通してケベック州などに電力を供給している。この発電所は水力発電所としては北米大陸でも 第2位の発電規模を誇っている。1970年代から2000年代にかけ、ケベック州のモントライトから発して、ラブラドール地方内陸部の集落を結ぶ、トランスラブラドールハイウェイの建設が始まった。モントライトから先は、ケベック州の、ひいては、北米大陸の高速道路網へとつながっている。2000年代前半に開通したハイウェイの南部延伸は、 ベルアイル海峡沿岸やラブラドール、地方南部沿岸陸の孤島状態の集落を結んだことで、それまでのフェリー網に大きな変化をもたらした。ただし、これらの道は名前こそ、ハイウェイで地元に対する重要性も高いが、実際には、未舗装区間が相当ある荒れた道路である。このハイウェイに続き、ベルアイル海峡に海底トンネルを掘り鉄道を通し、車、 トラックバスを積んだ列車フェリーでニューファンドランドへつなぐ交通網も研究されている。ただし経済的な効果が疑問視されている。ニューファンドランド等同様、ラブラドール地方でも目下の問題は、かつていくらでも取れたタラの激減と漁業の激しい衰退である。戦後、伝統的なハエナワ漁から大規模なトロール船による底引き網漁への転換が進んだことにより、 数十年にわたり、乱獲と海底の魚の産卵地の破壊が進み、結果1980年代以末より極端な不良に見舞われている。1990年代以降は、政府が漁獲量制限や漁期制限を行うほどの事態になっているほか、何度も漁場閉鎖が宣言されている。一部海域では漁獲量や漁法の制限でただの回復が見られるものの、 全体として最盛期にはほど遠い。生活を維持できなくなった漁民たちは村を去ったり、大都市や海底油田に出稼ぎに行くなど貧困な生活に陥っている。ラブラドール地方にはニューファンドランドとの分離を求める住民からの一定の圧力があり、ラブラドール島などの政治活動によって独立した州下遵州になろうという運動がある。 先住民族犬の人々が形成する共同体には、ヌナブト順州がイヌイヌットの自治政府となったように、ラブラドールを犬民族のホームランドにしようという動きもある。1999年のカナダ先住民族集会、アセンブリオブファーストネーションズでは、ラブラドールを犬のホームランドと主張し、この地域に関する憲法上の交渉を進めて、この主張を認めさせることを議決している。 一方、ラブラドールの海岸部一帯に住むイヌイットの居住地区には、州や連邦との交渉により、自治政府、ヌナツヤブト、ニューナッツキャベット、古く美しい国が作られることが合意された。2005年12月に、ラブラドールイヌイット協会は解消し、保険、教育、文化活動に責任を持つ、ヌナツヤブト自治政府が新しく誕生した。この自治政府の管轄範囲は、 ラブラドールの北部の海岸地帯に広がり、ラブラドール地方の面積の2%ほどを占める。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。